はい、どうもこんにちは、ちびおもちゃです。ブラックです。ということで今回もですね、ウィニングレブアップ2020やっていこうと思うんですが、今回の動画はですね、来週絶対伝えランキングということで、来週の月曜日がですね、ナポリとローマ、そしてアトレティコとバルセロナというまたまたね、4つ CS ガチャ決めます。いやすごいね、もうめちゃめちゃ豪華続いてますね。はい、ということでまあハイパー豪華なんですけれども、今回はまあベスト10ということで、はい、また紹介していこうかなと思います。最後にですね、まあこの4つのガチャね、引くならばまあこの順位でしょうみたいな感じでも最後まあ発表できればなと思うんで、合わせてね参考程度で見ていただければなと思うんですけれども、まあやっぱりねアイコニックのそのショップとか、はい、確定のやつとか出てきてちょっとねあの CS とか見逃し気味、はいはいはい、なりがちなんですけど、まあただね確実に強化できるそう、ところもあるんで、はい、まあそこら辺はねちょっと優秀な選手紹介していこうと思います、はい、ということでまず第10位からですね、ジュアン・フェリックスということで、フェリックスはですね今回ボールコントロールがまあプラス5強化されたということで99になってるんですけど、で全体的にプラス1からプラス2で、フェリックスで言うとあの国代表が来てて、そのフェリックスと比べるとですね今回のフェリックスはボールコントロールはプラス3勝ってる。ただ国代表の方は瞬発力がまあプラス3勝ってるんで、まあ、個人的になんですけどフェリックスに関しては前回の方がまあ、瞬発上がった方がいいのかなっていう気はそうだ、ね、してます。どちらかというとやっぱ瞬発上がった方が動きが速くなって、はい、アプリとかは特にフェリックスの動き出し、はい、速い方がいいんで、まあ、ちょっとねボールコントロールはどちらかというとね、まあ、もう十分かなっていう感じは、16でもぶっちゃけいいのかなって気はします、まあ、でも全体的にはいいんじゃないかなって感じしますね、はい、でフェリックスに関してはですねアモチャ TV の方でもうすでにね動画撮っているんで、うん、まあ、ぜひねあの来週とか当たった方とかは見ていただければなと思います。で第9位はですねメルテンスということでナポリからなんですけど、まあ、今回のメルテンスがですねカーブがまあプラス3強化されたよということで89になってるんですけど、まあ、他がちょっと1強化みたいになってて、まあ、カーブなんで言うてっていうところあるんですが、メルテンスってワンタッチパスとワンタッチシュートで、ね、コントロールカーブ持ってるんですよ、うん、で根下持ってんでやっぱカーブの数値で高ければ高いほど、まあ、結構いい根下打てるっていうのがあるんで、まあ、ダブルタッチの根下しかもダブルタッチでね確実に出るんで、だからここはねめちゃめちゃいいんじゃないかなっていう風にはね思ってますね。ちょっと後半落ちちゃったのかな、6なんですよね。今回のスパサブ枠としてはいいんじゃないかなっていう感じですね、はい、まあ、スキルもですねめちゃめちゃ優秀なんで、まあ、今この早い段階持っておくと、まあ、かなり便利。しかもね今週なんなら B なんですよ。そう今週 B っていうのも結構でかいよね、はい、でまあ、やれる範囲も鬼広いんでね、まあ、いろんな監督に合うんじゃないかなという風に思います。続いて第8位はですねサウールということで、アトレティコからなんですけど、サウールは今回スタミナがね強化されてプラス4で、あとは全体的にプラス1からプラス2なんですけど、サウールって確か前作は後半が7あったと思うんですけど、うん、まあ、今作になって後半6ということで、まあ本当全部の数値が高い選手なんで、うん、まあもちろん左サイドバックの適性はないんですけど、つけてあげればねあのできるということで、左サイドバックで使ってもすごいいいですし、あとは中盤系だったらどこでもいけちゃうっていうので、で決定力も85超えてくるともう少し高い順位にあったんだけど、84あるということでね、まあ、本当何でもできる中盤選手、バランスがいいよね、はい、まあ、あとはその逆回数頻度っていうところ、ちょっとまあ頻度精度が1、2なんで、うん、そこぐらいかな気になるのはっていう、はい、まあ、感じですかね。サウールもただね今の IM 環境だとね結構中盤やっぱりベッカム、ロブソン、うん、ビエラとか使うんで、まあ、ちょっと優先順位みたいなのは少なくなるんだけど、ただ今作は左サイドバックとか置かないといけない環境になってるんで、左サイドバックで使うのはね個人的に面白いんじゃないかなっていうふうに、ありそうですね、思ってます。で今回第7位がですねグリーズマンということで、このグリーズマンがですね決定力がプラス4強化されてて94あるんですよ。で他がまあちょっとプラス1強化みたいな感じになってるんですけど、うん、まあ、グリーズマンって今作から要は2列目からの飛び出しからインサイドレシーバーにプレイスタイルが変更されてるんですけど、インサイドレシーバーとして使った時に決定力94っていうのは、この選手もダブルタッチ持ってるんで、この決定力上昇っていうのはかなり嬉しいんじゃないかなっていうふうに思います。この選手は決定力上がるとね、はい、ぐっと強くなる感じはしますね。まあ、国代表も来てるんだけど、うん、国代表のグリーズマンよりは今回のねグリーズマンの方がまあいいかなっていう気はしますし、前線ですよね、やっぱりどこでも行けるっていうのと、スキルもですねスルーパス持ってるんで、特に 4-4-2 のサイド気味でスルーパスとか通していけるっていうところもある、まあ、かなりいいよね。ウイング ST にして使ってもね、なんかすごい良さそうな感じはしますけどね、そうそうそう、まあ、ウイングとして使っても面白そうだし、ただ右ミッドフィルダーのあれはないんだねポジションはね。はい、6位はですね若手枠かな、オシム編ということでナポリからなんですけれども、ボディコンがまあプラス5強化されてるって感じなんですけど、この選手ねラインブレーカー 185cm、まあ、オフェンスエースの決定力高くて、スピード瞬発がかなりある、フィジカルコンタクト90あって、楽しみやぞ。でアグレッシビネスも86あって、コンワンがこういう選手って大体5なんだけど6ある。
スキルこそチェイシングワンタッチシュートワンパとかないんだけど、ただつけれるんでスーパーサブとか。そうだよね。だからスキルもかなりね自由度が高いっていった感じになってるんで、余計なもの持ってないからダブルタッチとかね、あの全然ありかなっていうふうに思いますね。ありだし、なんかねすごい可能性に満ち溢れてるなっていう気はしてるんですよ。ちょっと使ってみたいよね。しかも今週調子いいよ。 B なんですよ。でブランダーパス数値とかも地味に80台乗せてたりとか、ドリブルとかボールキープとかも85-85あったりとかするんで、ちょっと使ってみようかなっていうふうに思いますね。で第5位がねルイス・スアレスということで、来たかスアレス。スアレスがなんと今回ボルコンですね。ボールコントロールが、まあ、プラス5強化されたという感じで、スアレスってオフェンスエースと決定力、まあいつも通り高いんですけど、やっぱすごいのがフィジカルコンタクトとボディコンが共に91-94、スピードがね76なのよ。瞬発も80だし、うん、だちょっと遅いかなっていう。スアレスって言ったらもう背負って、そう背負ってそっから振り向いてドンよで紙と、そういうことは紙という感じなんでね。ほんとまあアトリヒコマドリはい行って、まあこれがどんどん活躍してほしいなと思うけど、いや、ね、まあこのね選手も欲しいよね。欲しい。アグレッシブネスがそして95なんで、いやすげえよ。そして第4位はファティということですね。ちょっとねまあロマンも入っちゃってるんだけどね、はい、ただファティは今回まあドリブルかなプラス3強化で、他が、まあ全体的に1-2強化みたいになってるんですけど、ただねロマンといえど能力値めっちゃ強いよ。スペシュンカンストしててボディコン90があって、なんならキック力90ある、オフェンス90あって蹴ってる94で、ボールキーパーに全部もう唐辛子みたいな。まあ普通に強いねめっちゃ強くないっていう。ただファティは怪我しちゃってしばらく多分ライブアップというか C が続くとは思うんですけど、ただこのレベル58まで上げて、まあ、この能力値なんで、うん、ちょっと使ってみたいなっていう、もうなんなら久保建英と一緒に使いたい。そうだね、思いがあります。通常とかでもまあ本当に強い選手なんで、はい、まああとは本当コンディションのところ、まあ能力がね本当にすごいから、めちゃめちゃ強いと思います。で第3位がですね、ザニオーロですね。ローマからなんですけど、ザニオーロがまあドリブルはプラス5強化されてますね。で、全体的にプラス1からプラス2なんですけど、ザニオーロもね、フィジコン、ボディコンがまあ共に90台あって、スピード、瞬発もあって、キック力もあってという、まあ性能的にはぶっ壊れてるんだけど、後半後なんですよね。ローマはザニオーロぐらいしか、ちょっとね、なかなか、まあ他の選手もうちょい欲しいなっていう選手多くて、うん、よく言えばザニオーロも、もっと強いザニオーロが前の作品が出てきてたんで、そう、まあそことちょっと見ちゃうと、ちょっとまあどうかなと。でもまあ普通に強い2列目ではあるんで、うん、間違いなく調子良かったら多分この選手強いだろうなっていう、うんうん、感じかなっていうところで、ね、まあ、結構まあ順位も高め。そう、もうね、多分ね、あの今 IM 中盤ベッカムとかロボソンとかいるけど、残留のこの能力者だったらライブアップで B だったら押しのけて入ってくるんじゃないかなっていう気はそうだ、ね、してますね、普通に。あとはもう、ただ怪我、怪我怖いね。あでも怪我でしょ、残留は。そう、そこがね。そこなんだよね。第2位はですね、アトリヒコラ・ヒメネスということでね、ヒメネスはまあ全体的にプラス1からプラス2強化なんですけど、まあ、ジャンプすごい飛んで、ヘディングも90であるし、で今週まあ先言っとくと、ライブアップテイク B ということで、ボール出しとかアグレッシブネスもちゃんとあって、全体的にバランスがいい、すごいセンターバック。欲しいね。っていう風になってます。ここはね、本当に欲しいなと。フォーム6あるしね。うん、ちょっと通常でもね、今週とか先週もそうなんだけど、センターバックで調子いい選手はなかなかいないんで、そう。ちょっとね、ここら辺の選手は絶対確保したいなってところありますね。うん、まあ、ヒメネスっていうとね、あの、竹内さんのマジョルカ時代に吠えてたぐらいなんで、ああ、そうだね。まあ、結構投手というかね、ガッツがあるみたいな感じなんですけど、うん、まぁ、ちょっと使ってみたいなと思うんでね。普通に強いと思いますね。そう、ガブリエル・マガリアニスって言ってもらえる。マガリアニス今週 C だから。あります。はい。そして第1位はですね、クリバリですね、ナポリから。187cmで、まあ、これだけ高い数値を持ってます。今回アグレッシブネスがプラス5強化されて97。全体的にプラス1プラス2で、ボールラッシュも97って、フィジカルも完走。で、スピードは92、瞬発は82。なんだかんだね、やっぱ俺クリバリ通常使ってるからわかるんですけど、球際の強さとかは抜群的に、ただね、俺クリバリ使ってと思うのが、ちょっとアグレッシブネスがやっぱり低かったから、なんかこう裏に抜けられた時に、なんかおーって行かれる時があったのよ。うん、ただこれがね、97あるんで、結構予選もビシッと速くなるんで、ここ期待してるんですよ。ガツガツ行ってくれると思うんですよ、アグレッシブネスはこれだけ97あるんで。だね、前のクリバリはね、ちょっと通常のクリバリはね、ガツガツさ足りなかったんだけど、そのガツガツさに期待してるんで。あー、期待だな。ちょっと前回もね、センターバックみたいな感じだったけど、今回もちょっとセンターバック。センターバック多いです。というのもやっぱり、ちょっとライブアップでね、確認すれば分かると思うんですけど、はい、センターバックで調子いい選手は本当にないんですよ。ないね。ここで、はい、センターバック優秀なやつ、そうだね、ゲットしておきたいっていうのでね、来週の月曜日、はい、楽しみに待っておきたいなというふうに思います。はい、ということで、最後にですね、まあ、引く優先度みたいなのも紹介していこうと思うんですけど、まあ、1位はアトレティコかなと。で、2位がまあナポリ。
で3位がバルセロナで、まあ、4位がローマ、まあ、ローマは本当にザニオロしか入れなかったんですけどっていった感じでね、まあ、ただね、まあ、4つとも結構豪華なガチャには変わりないんで、うん、まあ、皆さんのスカットの状況とかもあるんで、そこはねちょっと兼ね合いだと思うんでね、はい、相談してね引いてみてください。この動画をぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。としょーさらぼー。